天才のつぶやき、くすっと編。節分の鬼を全く怖がらず、一言。だってこの靴下先生のだもん。子供の観察力、甘く見てました。お昼寝の時間、もう寝た、に対する一言。寝た寝、た工作に飽きて、一言。 ごちそうさま。飽きちゃったんだね。泣きじゃくる一歳児を慰め、一言。先生、この子歯ない。え、そこ気にする結んでいたゴムを取られた私を見て一言。結ばない方が可愛いじゃん。イケメンすぎます。散歩中、アリの行列の前で一言。 超能力で止めている。何の能力者かな札幌市は保育に携わる人々を応援しています。